はい、吉松でございます。ちょっとですね、はい、いきますか。こんな感じで、はい、いいですね。はい、ですね、ちょっとあの前回ですね、昨日の動画でですね、あの途中でですね、あの切れましたんでね、動画が。ちょっとね、補足説明をしたいと思います。ちょっと前回までのあらすじを言いますとですね、まあ自分で瞑想業をやっていた、正しい死につかずに瞑想業をやっていた人間、まあこんなふうじゃなくてもいいですけど、こんなのがいましたと。人間ね、男女問わずいました。まああるいは何かの加減でこういう天使とかブッダとか観世音菩薩とか、これからあのいろんなね、ふわーっとしたものがですね、こう声が聞こえたとか、声ね、声とか、なんかあるいは姿が見えたとかね、姿が見えたとかっていう、こんなのとね、接したという、そういう時ですね。こういう時にこの本人がですね、もう狂喜乱舞するわけですよ。喜ぶんですよ、すごく。こう、ああ長いこと苦しい人生だったし、長いことなんかやってたけど、まあ瞑想をやってた時は多いんだけど、長いことまあこれ夜行禅といって、まあ本当に草が生えたりとか、なんとか、もう昔ね、竹原ピストさんがいたバンドで夜行禅っていうのはあったんですね。野原の野に狐の禅、まあそういうふうになりがちなんですけど、一人でやってると夜行禅、夜行禅だったかな。こう狐っていう字はよく書けないけど、これから禅、夜行禅といって、これは自分勝手にですね、座禅めいたものをやるとね、こうなんていうかな、まあこれ私これ狐が作ったと思ったんですけど、まあちょっと今耳は分からないけど、夜行禅やってますとですね、こんなのがね寄ってくるんですよ。こんなのが、そうするとですね、これが初めにですね、いろんなことを教えてくれるわけですよ。人生こうなってるぞみたいな、思いやりとか愛がね、特にこの愛が大事だよみたいなことを言うわけですよ。この愛が、愛が、愛がって言ってね、人助けとかなことを言うわけですよ。そうするとですね、この人間が盛り上がってしまって、俺はついにね、霊道が開けたなんて話になってしまって、霊道が開けたんだとね、で俺はっていうか、私は普通の人間とは違うんだという、霊道が開けたとね、いろんな真理が分かるんだとね、うん、それからいろんなことをこれが教えてくれるし、自分もこう何、例えばこう今わー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 やってる人がここにいるとすると、この一個上上がった人間みたいな感じに、ね、なっちゃうんですよ。俺はスピリチュアルいろんなこと知ってるんだみたいな感じに、ここにまあ一般の社会があるとすると、人がいっぱいいて、こうわーっと俺はこう一歩こう上から目線になっちゃうんですよね、うん、まあ、ここで開けてるから霊道が、というようなことを思いがちなんです。ところがこの人間がですね、よっぽど経験豊富か正しい師匠についていないとですね、これが危ないということなんですよ。でそのためにはですね、こういうことができないとダメなんですよ。これはサニワと言いまして、来たこいつがですね、来たのがふわーっと来る、こいつがですね、ふわーっと来るやつが正しいかどうか、どんなやつなのかなということを、この人間がですね、こういうふうに判断できなくちゃダメなんですよ。判断ね、これを見てこいつがどういうやつかっていう、こと。ただこの存在というのは仏とか、あるいは天使とか
そういうものを真似して出てくるので、これ例えば来た瞬間に我は何とかの神であるぞなんて名乗る時もあるんですらしいです、うん、私そういう経験ないので。だからこいつがですね、この人がそのしっかりとしたこの目を持って、あこれはダメだと、これはもうパチモンだと、パチこれはパチなやつだなと、これ自身大したことないやつだなっていうようなことは、これ自身がしっかりとして分かってる、あるいは師匠のしっかりとした人がいて、もうそれは違うぞと言って、はっきりと言って、お前の方向はこっちだよっていうふうにやってくれる状況にないと、これにやられちゃうことがあるんですよね。うん、まあこれはこういう瞑想業とかやってると、そういうのに陥れちゃうんで、絶えずですね、もうこれもこの人間もこれが現れても、絶えずサニワというのをこれに対して繰り返して繰り返して毎回行うということをやってないとあかんのです、うん、で私がですね、まあ、自分の経験ちょっとまあちょっとダメな経験なんですけど言うとですね、まあ20代後半か30代の頃ちょっと瞑想業をやってましてですね、大した業ではなかったんで、まあ、それは宗教団体じゃないかな、瞑想法を教えるところでやってたところで習いに行って、でまあそこの団体も全然関わり合わなくなってね、ほんで全く自分だけでやってた時があって、その時に、ね、私は株式投資ってやったんですよ。株式投資をやったんですよ。その時にちょっと瞑想やってたから、あそうだと、これ瞑想をやってたらこれでなんとかね、株に対する発想を、インスピレーションと、これがですね働いて、こう株式投資にすごく有利になるんじゃないかと思って、ピンとひらめいたんですよ。あそうだ、このインスピレーションがこの瞑想で出るから、これで売買したいんじゃないかということで、やってみたら意外とうまくいかないん でおかしいなと思ってですね、まあ、瞑想中ですね、中国にね、中国の仙道というものにですね、仙道というものに色心というものをね自分で作ってね、色心、この卒業式の式に神様、色心をこう動かしていろいろやるっていうのがあったんで、あこれかと思って、まあそれ全然もう生病法で、もう全く何にも知らずに、今から考えたら恐ろしいことやってたんですけど、そういうことで色心を作ってみようと思って、で株くんというのを作ったんですよ。株くんというのは、まあ、作ったというより、まあ、自分のイメージで株くんというのをこうほわっとしてイメージして、なんかこうこんなやつですよ、こんな感じのちょっと牙の生えた尻尾の生えたような やつを意識してですね、でこれにいつも頼んどったんですよね。今売った方がいいか買った方がいいか、この株式はどうか、この会社はどうか、どうすればいいかっていうことで、初め何にも変化なかったけど、株くんが今度これ夢に出てくるようになったんですよ。夢にこの株くんが3ヶ月ぐらいやってたら、でこの株くんがですねいろいろ言うわけですよ、夢の中で。リアルな、すごくリアルな夢だったんですけどね。そうするとですね、まあこれに近い感じかな、よくわかんないけど、この株くんがいろいろ言うことがですね、初めはすごく当たったんですよ、大当たりだったんですよ。ほんでまあ大体資産 1.5 倍ぐらいに増えたんで、自分大喜びしてたら、また株くんがいろいろ言ってくるんですよ。だいたい今株くんとの付き合いはだいたい1年半ぐらいあったんですけど、で最後の方になってくると、株くんが言う株が外れて裏ばっか回るようになったんですよね。なんかある半年株くんと付き合いだしたから、9ヶ月ぐらいしたからかな、裏ばっかり回って、で損ばっかするようになったんですよ、株くんのそのまあなんていうのアドバイスが。で私は変だなと思って、株くんとの付き合いを切るために、まあ一緒にまあ自分なりに瞑想なんかがやって、株くんのイメージが出てきたら、株くんを罰で大きく打ってゴミ箱に放るってことをやってたんですよ。でまあ美月やったら株くん出てこなくなったもんで、よかったですけど、
株式投資がですね、ここで私大損になったんですよ。株君のやつが株君に勧められた株と株君に勧められた、まあ、勧められたというか自分で選んだんだけど、選べ、その結局こういうことになってしまって、未だにまだそのダメージがまだあるんです、その株のダメージ。ほとんどこの株君なんですよね、まあ、おそらく自分の愚かさなんでしょう、株君というのは。なんかそういうものに頼ってしまって拝んでしまったという、まあ拝みはしなかったけど、あの影響を受けてしまったという自分の愚かさ、浅はかさっていう、まあ、あるいは物欲、こういう物欲の強さというか、こういうなんていうかな、自分の中の物欲とこの浅はかさ、浅はかね、浅はかさ、こういう、まあ、未熟さとも言ってもいいですよ。未熟、ちょっと熟かけない、あのこういう字かな、熟って、熟どちらだ、トン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 か、はい。でですね、私これに鑑みてですね、常々思うことはですね、あのこういうものは作ってはいけないと、あるいは誰かの指図を受けるような人生であってはいけないと。まあね、会社で散々パラもう嫌なことをもう指図されて、会社の方針と か上司とかそういうことでやらされてるから、もう個人の人生はやめようと、こんな自分のね、うん、でこれに対してもですね、この人間がいつもサニアをしてですね、で警戒しなダメなんですよ。何を言ってくるかなと、警戒ね、警戒、解除どうですか、警戒、ここ何やったかな、警戒、つまり絶えず注意してなきゃダメなんですよ、これの言うことを。ところが得てしてこれの言う通りになっちゃうんですよ、だんだんと。これ上手なんですよ、初めのうちは真実を9割言うんだけど、初めはまあ91で言うんですよね、だんだん82になって73になって64になって、ある時点からガバッと37ぐらいになるんですよ。これがこうなった時は危ないんですよ。つまりこういう嘘の真実の中で嘘を実に巧妙に紛れ込ませてですね、これを乗っ取っていくんですよね。つまり依存心を出させるんですよ、これに対して、自分に対して。でこれにとってみれば、この初めからこれ言っちゃったらもうそれダメになっちゃうから、順番順番にですね、このよくあるゆでガエルの法則っていうんですか、あれたまにあの聞く、こういうね、ここにコンロがあって、でここにコンロがあってね、でここにあの洗面器がなんか入れて、ここにあの水を張ってね、でここ中にあのカエルをこう入れとくんですよ、カエルをちょこんちょこんとこの中にね、カエル入れといてね、この中にね、でここからね引いたくとね、カエル急にネット料理とカエルペコンと飛ぶんですけど、じわ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 ここの火を当てていくと、カエル最後に茹で上がってしまうんですよ。カエル最後に死ぬんですよ、カエル最後に死んじゃうんですよ、中でほにゃーとなってこの中でね。つまりゆでガエルの法則、これよくあるんですけど、こうなっちゃうんですよ、この人間が。で何でもかんでもこの現れてくるやつの言うこと聞いて、何でもかんでもこの通りにしないと、心配でしょうがなくなってくるんですよ。あるいは逆らったりするとこいつが罰みたいな感じで与えることがあるので、でこうやってコントロールしてくるんです。初めはちっちゃいからそのうち大きな罰を与えるようになるんでね、うん、コントロールして、これ自身がですね、コントロール